こんにちは。劇作家の重信信です。エンスカーの土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、ミステリーという流れ第2話行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。今週も驚きの展開が、うん、まあバスに乗って、<laughs> うん、まあどこへ着くかというとっていうところでしたね。はい、本当だね。うん。ええええ。えっ、ーえーえー、とまず2分のところですね。はい。はい、ええー。 伊藤さんが筒、はい、井さんにこう、うん、現場に連れてってくださいっていうところを頼むところがあるんですけど、はい、なんかその強い行動だったんですよね、うん、でその強いというかそこに執着があるから、うん、思いがあるからそれを断れた時にまあ傷つくしっていう、うん、あの演技的にはすごいいいスパイラルに乗っていたと思いましたね楽しかったですね。うん おそうですね、なんかこう、えーと、行動を信じるから、それに対するリアクションにもまた信じられて、落ち着くっていうことですよね。そうですよね。そう、<で>一つの<は>、ね、行動からリアクションが続いていくってことそう,そう,そう,そうそう。はい、で次がね、12分のところ。はい、はいえー、須田さんがどうして人を殺しちゃいけないんだって、言って、まあ、それに答えるというか。はい ああいうところがあるんですけどこれもね長ゼリフね素晴らしくね独り、うん、言っぽいんだけど独り言になっていないっていう須田さんのすすごいとこですよねちゃんとあの渡していて、うん、であのいるっていう交流をしているっていう行動と交流をしているっていうのが、うん、あのボソ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 ,ボソをしながらもやっているや,やれているっていう素晴らしさがありますよね。うん<の> 素晴らしいですね。そう、多分あの、ギリギリのところを狙ってるやつですよね、うん、そうですよね。うん。ぽっと言った言葉が相手の心を打つっていう、ちゃんと、まあ、渡すけど、渡しすぎないみたいなところの、多分攻め合いのところですね。はい。すごいよね。うん、えー、次が26分ですね。はい。えー、伊藤さんがね、それでもなんかこう、頑張って、はい、う,うん 前向きにね、うん、あやった結果、早く行かないとっていう、みんな早く行きましょうっていうところがあったんですけど、すごくね、やっぱりこれも強い行動でしたね。で、背景、うん、今までのやってることとか思いだったりが当たっている、うん、本,人に本人の体に影響している素晴らしいね演技だったと思いましたね。うん,うん。そうね、やっぱ繰り返しなきゃ信じてるから、それに対して衝動が起きて。 そのの衝動のまま体を動かしていくっていうバラ、うん、れていくような素晴らしい演技でしたね。はいで、えー、34分ですね。こう今だの須田さんがこう、まあ、病んでいるっていういや病むっていう何かこう決められるいじめるっていうところにまつわるこう話をするんですけどここもねやっぱ長台詞なんですけどここも素晴らしく綺麗なでこ シーはもうちょっと優しいやり取りになってるんですよね。うん、うんあ。で、素晴らしいなって思いましたね。そうですね。多分話してる内容に。うん、ね、トピックに対して、ちょっと。アプローチを変えてるというか、そういったところですよね。うん。うんうん、いや、でも、やっぱり、ね、ことごとく須田さんの長台詞というか。うん、あがいいね。うん。まあ、その、この役の特徴でもあるかもしれないですよ、ね。うん。独り言。 のような独り言でないようなことが、うんえー、ちょっとした気づきが他人を変えて動かしていくっていう役ですよねそうあと基本的にもうあの動けない状況というか行動を制限されている状況下でっていうところが面白いところですよね必ずあのきつい縛りのあるシチュエーションにいる人っていう主人公っていうところですよねいや いやそうだね。でね、なんか洋館に連れてかれてね。そうですね。<う>謎のね<う>洋館にね。ワンちゃんもワンワンめっちゃいてね。<laughs> そうですね。いや、ね、どうなってるんでしょうね。そう。う殺された被害者のっていうところですよね。真実をこれからまた解き明かしていくのかなっていうのと、このバスに乗ってた中に犯人がいるのかなっていうところでしたね。 なんかね、コマーシャルでね、あなただよみたいな。新キャラというか、きっとなんかライバルみたいな感じなのかなわかんないけどな。そうですね。なんかあの、はい。長山上エイタさんが演じる金髪のね、男ですかね。そう。ねストレートヘアは確かにテンパの憧れなんだよね。ああ、確かに。 ね、ビジュアル的に対照的に作ってあるてうのは、すごく漫画的なところかなとは思いますけど、そうですよね。いやーえ、でもどうなるんですかね、これからね、ねすごく楽しみですね。はい。はい、というわけで、えー、ミステリーという中での第2話でございました。ありがとうございました。この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。 えー、お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。